吉田さん、思い出しますね。タオルを頭に巻いて、マックで椅子の上にあぐらかいて、ってやってるところとかね、弾丸ツアーとか行ってね、雪の北海道、そういったところも見させてもらいました。あの弾丸ツアー、俺のとこ来ないのかなと、当時は思ってたもんですけども、来なかったですよね。しまいにはね、なんか、必ずアイドルのコンサート行きますとか言って、一回も来ない人とかね、一回も来ない人はどこ行ったんでしょうかね。なんかいろいろですね、まあけど結局ビッグネームも去り、素晴らしい人もいたりいなかったりして、まあ我々だけが残ったのかなというところもありますし、そこにまあナミさんもいるっていうのがいいですね。ナミさんもいて、なんかこう三角関係ができてるみたいな。で結局あのそれぞれのマーケットで生き残っていて、ナミさんはリアルビジネスとネットビジネスで、吉田さんはコンテンツ販売、まあ私はね一部投資の方にも行ってますし、ネットワークビジネスもやってるということで、まあいろんなビジネスをやって、やる以上は利益を出して、それをこうやって YouTube で報告しまくっていて、でそれをするからあらゆるマーケットからのファンの方がいらっしゃるみたいなこともありますし、最近ねドライブ動画全然上げれてないんですけどもね、まあけど今年はね、私はね格闘技をやりますよっていうか、やってますよ今も、リモートジムってやつで、この前ねリモートジムたった2人しかいないんですけども、会長がね、エクストリームワンという試合で優勝したんですよ、なんかこう会長自身も大きな自信になったんじゃないかなと思いますし、次はね私が実際にキックボクシングの試合に出て勝つだけだなと思ってます。50過ぎてキックボクシングのリングに立つ、そんなやついますか。しかもネットビジネスやってるやつ、しかももともと麻雀店の親父ね。マーケットは変われども、いろんなものをやりながらも、まあ久保哲郎はど真ん中にいつもいる、そんな感じですか。挑戦離脱、挑戦離脱、挑戦離脱、その連続ですね。まあ、吉田さんも様々なビジネスを扱って、なんですかね、平成のガリレオね、マトリックスアフィリエイト、バキューンズキューンね、いろいろありますね。いってらっしゃい。